厳しさを通してだと思うんですけど、まあ、ガンガン厳しいところを続けてということが期待されるこの渡辺、まずはその田辺にプロレス魂を叩き込んでいこうというところでしょうか。本当に渡辺選手と比べちゃうと、体がないですよ ね、 そうですね。横幅にして約倍ぐらいあるんじゃないですか、渡辺は。渡辺もここにいっちゃいけないんですけどね、うん、いや本当にいけないですよ、はい、さあそしてチャパリータ今日もこの後楽館の大観衆をあの最終したプレスではそして切れるんでしょうか。それは狙ってるんじゃないですか、野心家ですからね。はい、そう最悪復帰したら、うん、技使うでしょう。3ヶ月間のね、そうですね、ジャンピング2位出しましたよね、はい、ちょっとね、体がちょっと鈍ってますね、うん、2位そして悪くないと思います、動きは